サンイコールフィアクルイコールシュルメーヌは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。サンイコールフィアクルの1コミューンは、セーブルナンテーズ川とメーヌ川の合流地点に位置する。町はそこから 2.4km 上流、2つの河川の間にある。南東の南東 15km、クリスソンの北西 12km に位置している。百九十九年に、 INSEE がまとめた順位表によると、3イコールフィアクルは都市圏に属する都市的地域である。南都都市圏の一部、南都対3ナザール都市空間の一部である。コミューン面積の80%以上は、ブドウ栽培、種としてミュースカデの生産に用いられている。コミューン面積においては、最もワイン生産が行われている村である。丘の中原にある、 ブドウ畑は村の周囲四方に広がる。6世紀、サンイコールフィアクルはサンティレールデュコワンという名で作られた。集落は16世紀にサンイコールフィアクルイコールデュコワンとなった。せー、フィアクル像に多くの巡礼がやってきたためである。この集落はグレーヌ公爵領のもとにあった。現在の名称となったのは1920年からである。参照元。 1999年まで、リヘス、2004年以降 INSEE 農業、畜産、ブドウ栽培が行われる。ミュスカでは、奥登録され、ミュスカデセーブル MN として扱われる。ありがとうございます。